さてそれではね、本題にありますか。はい。そうですね。今年ねカボザェヤまあ終わりましたけれども、まあねカボザェヤね我々二人のね二人が選ぶカボザェヤなんていうのねやってますか。大変ですよ二人だからね。であのお互いに匿名できませんか。とねそうですね。やっぱりあのつつつみ勝つらで名ですね。勝はいはい。さて。 じゃあまず何からいきますかはいそうですねデザイン今年良かった車まあいっぱいあると思うんですけどもどうですか任せてください任せましょうお願いします僕ねデザインはね僕はねピカイチはねデミオデミオだと思これはねいいもう惚れ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 あのねお久しぶりにねやっぱりヨーロッパ車見るみたいな雰囲気があってねいい感じですよ今それ言おうと思ったんですけど あのー、そう、フランス、イタリアなんか混ぜたようなね、ええ、いいですよ、うん、特にね、僕ね、あのスポルトもありましたけど、どっちもいい、スポルトもね、ちょっと大人びたね、それで粋な感じでね、はい、それであのスポルトじゃない、普通の、ね、ノーマルバージョンの方はね、やっぱりちょっとあのなんか、つつましやかな雰囲気もあるし、だから派手すぎず、うんうん、それでいってね、 決してあの、なんていうかな、つつましやかすぎな,、うん、なく、飽き、うんまあ、がなくていいなと思いますね、<ー>おしゃれですね、<ー>とっても嬉しいです、はいあのー、男性が乗ってもね、もちろんいいんだけども、ね、女性にも似合いますよ、ね、どっちも似合うね、うんうん、だからまあ、やっぱり男性はね、スポルトの方がちょっとね、やっぱりシャキッとしてるかなというところもあるし、女性はね、あのノーマルの方もいいし、でも女性の方もね、スポルト乗ってもおしゃれだしね。はい ちゃんでにはどうすかデザインね、えない、言えない、考えてなかった。考えてなかったそうでしょう。ね、振っちゃいけない、振っちゃいけないもの、振っちゃいけない。はい、じゃあ、それやりましょう、飛ばしますょさん、他にはあ、にデザイン。あっ、もう、その、もうそれだけ1台、もう1台オニーワン うん、全体的にやっぱり、ね、バランスがやっぱりよかったなという感じがしますね、ええ、ただ、ね、フィットも意外とね悪くないかなと、うんまあ、最初ね、ねぱっと見たとき、ね、こう塗っとね、はい、なんかのめっとでかくなったなという感じがあったんだけど、えー、見ているうちにねお目が慣れちゃうのかねあのキャビン・フォワードの、ね、ーあれが逆にいいかなと。あ そのフィットもそうですけども、うんあのー、今ね、えー、と一つ前の今初代フィットですね、初代,初代フィットからその最新のに変わったのいに、うん、いや僕はすごく変わったなと思ったんですけど、人によってはあんまり変わってないっていう人もいて、うん、でもね、うん、その2台を並べた時に、<う>全くその古い初代が。 古く見えちゃう、不思議ねあれ、デザインの力ってすごいですね、もう同感ですよね、全くそう思いでまあその意味でデミオを言うと、デミオは初代はトールボーイでしたから、それからまあ、あのヨーロッピアンテイストの形によく変えたなっていうところで、すみません、堤さんのいただきましたけど、やっぱり僕もデザインはそういう意味ではね、いえいねいいものはね、誰が見てもいいんですよね、どうなくにゃんにい はい、はい、そういうことですね、次ね、こぶちゃん的には、的まあ、あのー、今の日本のファミリーカーといえば、うん、ミニバンとか SUV なんですけども、ねうんえー、どうでしょう、まあ、ミニバン系でいうと,、あのーうんとまあ、ワゴンタイプもあるんですけども。うん えーまあ、このジャンルでいうとやっぱりオデッセイですとか、ね、あの松田ツダの MPV MP、ねはい、それからプレサージュですとか、うん、グランデスっていうのがまあ今までずっと、えー、ここ何年かあの出,た出た車なんですけども、えー、今年、マーク2ジオがね、うん、出ましたね、これも一応3列シートということで3列はあのー。 エマージェンシーっていうふうにう、ね、考えるとね、まあ、狭いけどね2列目をスライドさせて後ろに下げて、全、うん、席との間を、ね、広く取れるっていう乗り方すると、まあ、ちょっと、あのーえー、リムジンみたいなね、い使い方できるんですけども。まあ、新しい感じですよね、まあ、できたらその4席をお非常にラグジュアリーに。えー あのいわゆる普通のセダンではない居住性居住空間を構えたという感じですね、はいはい、だから難しいですね、これミニバンとするかねそうなんですね、言い方がね、ミニバンといえばミニバンだし、もうちょっとその上に、ね、高くなってる車のことですからね、まあでもじゃあ、こボちゃん的にはマック x ジオ。 うん、そうですね、うん、まあ、あのーい,うん、いいと思いますし、ただ、まあ、オデッセイもね、やっぱ、あのー、うん、床が低いっていうのはね、あれがあの捨てがたいですけど、まあ、新しいのでいうと、マーク X ジオということになりますかね。 マツダの MPV もね、やっぱりデザインがなかなかね、ちょっとヨーロピアンな雰囲気がしてねい、まさに、いいですね、これもなかなかいいのと、あれね、あれ、デザインのうまさで、実はサイズ相当大きいんですよ、幅も広くてね、このクラスなんですけども、実は一クラス上の、もう超大型クラスとね。 同じような室内寸法を持ってますんで、これはねあの大家族で乗る人なんかはおすすめですね。そうですね。おすすめですね。はい。まあじゃあとりあえずなんとなくマーク2、ごめんなさい。マーク X ですね。マーク X ですね。はい。ジオ。はホンダオデッセイ、マツダ MPV を我々はノミネートして。はい。ノミネートですか。ノミネートですね。あのランキングに入れたということですね。ランキングにノミネートしたということで。はい。 えなんとなく丸く収まっていく感じがしますけどね、はい、え次は何なんでしょうやっぱり SUV でしょうか、SUV。はハードな SUV ということじゃなくて、えーまあ、ライト黒感的な、まあ、あの乗用車タイプ SUV みたいな。 えー、日産はですから、デュアリスが出て、出ましたね、はい、それからあまり変わってないように見,れ見えますが、エクストレイルが出て、つい最近ですけれども、三菱のアウトランダーには、えー、V6 の三リッターを当社搭載しましまたね,ね、はい、これね、はい、いずれも優れもんですねそうですね。うんえー あのエクストレイルね、はい、なかなか今ね、コボちゃん言った通り、あんまり変わっているように見えないけど、うん、実は非常に洗練されて、うん、なかなかね、いい、うん、これいいっ,す、ね、なかなかよかった僕もね、これ、両方ともねしばらく借りて乗ったんですけども、うん、あのリュアリスはまずね、えー、足がいい、足がいいっていうのは、うん、要するにサスペンションのね乗り心地がね。ね 非常にあのメルセデスの、ね、C クラスとこれ、同じような系システムのジャンダンパーを使ってるんですけども、うん、まあ足回り、エクストレイルも同じなんですけどね、うんあの、非常にね、乗り心地よくて、ハンドリングもよくて、進化しましたね、これはね、私もねあ、素晴らしいなと思いました、うん、なかなかのもの堤さん、でもどちらかというと、エクストレイル派じゃないですか。そう 私はねこなんと言いましても VDC ですね、これをうまく利用して、その四駆性能を上げているところね VDC っていうのは、エンジン制御で絞ったり、ブレーキかけたり、車両の安定装置ですね、コーナーで飛び出しそうになったら、アンダーステアを弱めてくれたり、ね弱めてくれブレーキはカチャ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 ね、四輪あちこちかけてくれるんですけど、これを使ってね、あたかもデフロックのようなですね雰囲気に作り出して。 ね、というあたりね、はい、まあこれは決して新しいあの考え方じゃなくて、はい、まあメルセデスが最初に始めたんですけどね、ええ、でもこれをなかなか宣伝されててね、うん、それでね、あのこうすごいね、あの左右の段差のあるところ、うん、つまり一輪浮いちゃってるようなところでもね、はい、平気で走っていってくれて。うんうん まあだから安価にそういうね、悪、え、路、ー、の走行性、走破性を上げたってところはすごいし、それから、あのー、やはりこの VDC のた物のなんですけどね、ぎんぎんにね、そのオフロード攻めてみたんですよ、はい、ガーッとね、マ、はい、ンダス性でも飛び出そうな勢いで、はい、それ全然飛び出さない、はい、VDC が全部コントロールしてくれてね<ー>、えー、もうこっちはただお釈迦様のね、手のひらの上でね、はい、座らされてるだけでね<ー>、えー、もうお猿の電車状態という感じでね、安全性が素晴らしかった。 オンロードだけじゃなくて、オフロードもついにもうそうやっての、オフロード抜群でした<ー>で、これもね、なかなか優れものだなと思ってね、はいはい、やっぱりあのエクストレイル、はい、私もね、日産ばっかりなんですけれども、うんえっと、アウトランダーはね、えーまあ、2005年に出てるんですけども。 あのこれもね、僕は結構、CVT でこうスムーズに、滑らかに走れる SUV っていうことで、かなり注目してたんですけども、うん、もうちょっとパワーがあったらいいなと思ってたところに、ねえー、V63 リッターなんで、えー、実はまだ乗ってはいないんですけども、うん、まあこれもちょっと期待かなというふうに思ってるんですよねそうでしょうね、はい、いや、それはね僕も賛成、はい、これね、ルックスがいいんですよ、かっこいい。はい 非常にねシャキッとした感じでねかっこよくてまああの四駆ですしね当然ながら、はい、この辺りね、ねやっぱりその、えー、エクストレイル、はい、アウトランダー、はい、デュアリス、コーツつけがたいそうですね,ね、はい、というふうに、まあ、我々は言っちゃいましてこの辺りがね私どもはなんか優柔不断というかね。<laughs> まあでも本当に、本当はわれわれが話したいセダンですとか、スポーツ系をいきたいんですけれども、きましょうじゃあ、軽くセダンは何かセダンはね、僕ね、あれがえがった、えがったのはね、ギャランフォルテおー、復活しました、ギャランで復活しました。い。というのはね、やっぱりルックサインですよ、シャキッとしてね。 なんかこうスポーティーな雰囲気、それからちょっとね、えー、なんていうかな、こうスマートで、えー、ちょっと強そうな雰囲気もあるしね、まず僕は、ね、エクスティアに惚れましたね、はい、これは。これ、派生、僕はもちろんそのベースが良かったんで、それから派生したランサーエボリューションがね、うんえー、よりかっこよくなんですけど、まあ、これはちょっとスポーティーな車の話なんで、えー、置いといて。 えとね、スカイラインもね僕は結構あのデザイン気に入っている,<ー>いるんですけども、あのーまあ、よく見てもらうと分かるんですけどフェンダー周りのね、うん、この膨らみがかなり、うん、なグラマラスだったり従来のスカイラインも、まあ、あのいいところってたんですけども、うん、それよりもさらに、うん、あのボリュームあって、えー、いいなと思いましたけどもね。 走りも良かったですね、洗練されててね、走りがなかなかね、素晴らしかった、それは賛成します、あとは、でしょうあとはレクサスは LS も600出たりしましたけども、ISF ってスポーティなやつああ、そうだ、あれはすごまあじゃあ、スポーツのほうにいっちゃいましょうか、どんどんいっちゃうね、ISF ですね。ねはい V8 を搭載しまして、あのー、これ、今までね、うん、本当は日本、早くこういうのをやるべきだったと思うんですけど、いわゆるね、メルセデスの AMG とか、ね、BMW の M 車みたいなね、うん、そういうのがメーカー、トヨタがまあ初めてそのメーカーとして、ね、作ってきたっていうところに、意義があるかなと思い,ます、ね、い僕はね、やったなと思うのはね、はいあのー、発足のね、ミッション。 AT なんだけど、あれをいかにもね、MT みたいに見せるところ、賢いなと思いましたね制御がうまいですよね、制御がうまくてね、本当に面白かったそうですね、まあ手なところでね、大体こう、かと思うんですけども、ちょっと漠然としすぎてたかもしれませんが、堤智彦、桂んちのカーブザイヤーということで。